これがテルミンという楽器です。この2本のアンテナに手を近づけたり離したりするだけで演奏ができます。ちなみにこちらのアンテナが、音程をコントロールするアンテナでして、近づけますと音が高くなっていきます。そして離しますと音が低くなっていきます。でこちらのアンテナが、音量をコントロールするアンテナでして、離しますと音量が大きくなります。で近づけますと音量が小さくなりますですね。それでレッスンをしていく際には、皆さん、そうですね、テルミンは難しいじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、意外とやってみると難しくはないです。それで、ここからここに一本の線を引いたようなイメージをしていただきまして、これだけで音程ができてしまいます。ぜひチャレンジしてみてください。よろしい。